What's up, guys? Welcome to Seven Deadly Sins Return. あんたこそ一体何も。我が名はワイルド。生き別れの弟を探し求めさまよう戦士よ。武器師匠。え、だからワイルド。生き別れの弟を探してるって、それってホークのことだよな。おう、はて、弟の名はマイルドだが、確かに弟が姿を消したのは生まれたての頃。己の名を覚えておらずに不思議ではない。まさかお主たち、私にそっくりな男前を知っているのか。そっくりも何も間違いようがねえというか、聞き写しというか。もうこれは腹を下した時のホークのうめき声にうり二つだ。ハハ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 。しかし、よく作ったね。何？暇だからな。うわ、すっげえ座りづれえし。まあ、それ置物だろ。暇でもここまでやる？何？暇だからな。飲みなさい。チチボインの尻のイボから作ったイボ茶だ。チチボイン？尻のイボ茶？煉獄の味だ。ツッコミが追いつかない。800万年以上前にもなるか。我が弟マイルドは生まれてすぐに魔神王でさらわれ、挙げくこの世界とは別の地に飛ばされたのだ。ホークがブリタニアで目覚めたのが16年前。向こうの1分が煉獄の1年だとして、大体計算は合ってるか。しかし、弟が別の世界に飛ばされた理由は今だ。魔神王が息子である俺を監視するためだ。何？そのためにホークを選んだのは間違いねえ。な、魔神王の息子とは？お主は一体？そういえばまだ名前を聞いてなかったな。俺はメリオダス。こっちはワン。して、我が弟が監視役に選ばれた理由とは？親父は初め現世の動物を使って監視してたんだ。俺に警戒されないようにってな。だけど、どれも些細な事故や寿命で死んじまう。そこで煉獄の生物に目をつけたんだろう。案の定、ホークは異常なほど頑丈だ。どーりで、ヘンドリクセンの攻撃にも余裕で耐えるわけだ。そして誰にも警戒されないからな、あのお人よしは。メリオダス殿、バン殿、マイルド、いや、ホークのこと、もっと聞かせてくだされ。さぞや立派にたくましく成長したのだろう。どうしたワイルド。やっべえ、てめえの想像とかけ離れていたことがショックすぎたんだ。おい、袋、過呼吸には袋だ。どこだ。悪かったな、つい正直に話しすぎちまって。やっぱ想像の弟と違ったらがっかりするもんなのか。おい、ショックにはショックであったが、どれだけ想像と違えど
違う道を歩もうとも血を分けた兄弟だ。私にとっては可愛い弟に他ならない。そうだな。さてさてさて、すっかり嵐も収まったことだし、脱出ミッション再開といきますか。いざ魔人王のもとへ、可愛い我が弟マイルドのもとへ。If you have any suggestion or you want to know about 7 Deadly Sins, please comment down below and please like, subscribe and smash the notification bell for more 7 Deadly Sin video. Thank you, see you and goodbye.